ニューヨーク市のソーダジャークテキサス州のソーダジャークソーダ、ジャーク、ソーダジャークあるいはソーダジャーカーは、ドラッグストア内のソーダファウンテンにおいて、ソーダ水やクリームソーダを客に振る舞う従業員であり、一般的に若者が務める。専用の背の高いグラスにフレーバーシロップを入れて、炭酸水を注ぎ、一すくいないし二すくいのアイスクリームを加え、 ソーダスプーンと呼ばれる長いのスプーンとストローを添えて客に出すのが一般的である。ソーダジャークの名前はサーバーがソーダ水を注ぐ際にソーダファウンテンハンドルを前後に振るジャーキング動作に由来する。マイケル・カール・ウィッツェルはソーダジャークを完璧なエンターテイナー、イノベーターかつフリーランサーの工学者、金ピカ時代のポップカルチャースターと評している。 ソーダファウンンは1940年代に人気絶頂期を迎えた。アイスクリームパーラーの急速な普及に伴って衰退しドライブインや徒歩で行けるファーストフード店の台頭によってソーダジャークはグリルマンやフライクックに人気を奪われることになった。ありがとうございます。